がですね、えー、今日のつまり9月3日ですね2017年9月3日の昼、えー、昼過ぎですねちょうど昼の12時40分ぐらいですが、えー、北朝鮮の北部の東側ですね、えー、ソ連側ロシア側ですがそこで核実験を実施しました、えー、規模はマグニチュード6.1と推定されます 気象庁は一応6.1と言っておりまして中国気象庁は6.3と発表しておりますが、まあ、いずれにしても6.1から6.3でこれまでの核実験で見られたマグニチュード5.4程度と比べますと約1桁、まあ、簡単に言うと10倍ぐらい大きいと思います。したがって前の核実験が大体15キロトンぐらいだったと推定されますが今度は150キロトン程度になるので 広島原爆の10倍ですから原子爆弾もしくは水素爆弾などが考えられます、まあ、かなり大きな規模で、えー、とこのマグニチュード6.1に相当する比例した核爆弾であればですね死者の数は広島長崎の10万人規模ではなくて、えー、まあ30万50万という桁の人が死亡するぐらいの威力であると。だから非常に大きな 爆弾でであるととというここが、まあ、今のところ推定できますええー、そして、えー、っとこのブログではですね、えー、特に、まあ、本当は NHK がそうするべきなんですけども、まあ、NHK の発表をずっと聞いてますと、えー、事実が明らかになっているところから解説していくんではなくて、まあ、推定に推定を重ねるということをやっておりまして、えー、少し、えー、ぼんやりした解説になっておりますので、えー、それではちょっとあの 不安になる人もいるんじゃないかと思いまして、このブログでですね、えー、とにかく緊急性のあるところからああの、整理をしていきたいというふうに思ってます。えー、とまずあの、核実験というのはですね、えー、よほど余裕があれば別なんですが、あまり余裕がない場合はですね、原料がたまったら実験するという、そういうことになります。これはアメリカがですすね、えー、と日本にに爆弾を落とす前に プルトニウム爆弾、まあ、これは長崎に落ちたものですが、それからあー広島に落ちたウラン爆弾、まあ、この2つを一生懸命になって原料を作ってたわけですね。ところが原料はですね、多ければ多いほどいいんですね、例えば、えー、ウランの爆弾ですね、広島に落とすようなウランの爆弾は、まあ、最低では25キロぐらいあればですね、1つの爆弾になるんですけども、えー、ちょっとこれはあの細かくなるんで、あとに余裕ができてきたら解説いたしますが、 え必ずしも全部のウランが有効に爆発すると限らないので、えー、かなりオーバーに作っとかなきゃいけないんですね。えーえー、っとなかなか軍事秘密,秘密ではっきりしておりませんが、えー、っと広島の場合は6 0キロぐらい使ったんではないかつまり必要な量の2.5倍、まあ、長崎も同じようにかなりの量を使ったと思われるんですね。というのは原爆を落として不発になると困るんで、まあ、絶対に不発にならないような 量を確保すするとということですねそれで、まあ、今回の場合もですね北朝鮮の核,核実験の原料っていうのはですねかつては北朝鮮自身が調達しておりまして、まあ、現在でも基本的にはそうだと思うんですが、えーっとまあ、あの秘密ルートでですね例えばミサイルミサイルのロケットなんかは、えー、ロシアとかウクライナから来てると考えられますので。 えー、それからあ遠心分離機なんかもイランから来てる可能性がありますのでですね、えー、北朝鮮の内部でのお製造能力だけを考えて、えー、その対策を取るというわけにもいかないということでしかしその一方ですね普通に考えましたら、えー、核実験をこうや,や,やり続けていくときはです、ね、やっぱり材料が不足してますので、えー、今回1回核実験をしたらですね あとそんなに多くの核爆弾は持ってない少なくとも高性能な実験をするような最先端の核爆弾は持ってないということですねこれはあの、まあ、プルトニウムというものもですね使ってるうちあの取っとくうちに劣化しますしそれからまあ中性子爆弾っていう可能性もあるんですが、まあ、中性子爆弾の場合はトリチウムなんかも使うんですけどもそういったものも劣化するということで、えー、まあ爆弾ができたらできるだけ早くその実験をするということになりますので。 連続してて大きなな爆弾を持っているってことはないとこは、まあ、一応考えられますそれからちょっとこう脇道にそれますが原子爆弾というのはウランなんですね水素ウランというかプルダンとかプルトニウムで核分裂という、まあ、反応を使うわけなんですけども水素爆弾というのは水素の融合水素とかヘリウムとかそういうものの融合反応を使うんですがですから原子爆弾というのとそれからああ。あ 分あ核分裂をするウランの爆弾とですねそれから水素爆弾っいうのはもう全然あの違うんですね、えー、ですからこれはまあ種類が違うんですが、えー、これは暇な時にちゅいうか一段落したら解説をいたしますが中性子爆弾ではないかというようなことを言っておりましたけどもいわゆる原子爆弾と水素爆弾というのは、えー、もうメカニズムの違いも基本的な違いなんですが、えー、中性子爆弾っていうのはですね中性子がうんと出るように 反射板なんかをつけて細工したやつなので、これはですね技術の進歩によっていろんなタイプがあるので、あまり本質的なところではありません。えー、今回は爆発の規模からいって、ですね、まあ、水素が関与した爆弾である可能性が高いっていうか、ですね、まあ、我々国民、日本の国民としては、ですねそんな原子爆弾で水爆,水爆弾でもよくて、どっちでもよくてですね、あの中性子爆弾でもどっちでもよくて。 まあ簡単に言えば、今度のマグニチいう動が正しければ、に規模のエネルギーが正しければですね、広島の10倍ぐらいの爆弾を爆発させたとまあいうことの方がですね、非常に大きいんじゃないかと思いますね。広島の爆弾でも、それは原爆でも大変だったんですけど、それの10倍となりますとですね、もうこれはあのミサイルが例えば東京に落ちたらそ、そういう核弾頭を持って東京に落ちたらですね、 今まで私なんかもブログで言ってたように現在のコンクリートの建物は非常に頑丈なので、まあ、そこの中に隠れてれば、えー、広島のような広い地域で被害が出るってことないだろうと、まあ、いうこととは全く違ってきてですねもうかなり半径、まあ、20キロぐらいはですね、えー、ちょっと計算してみればわかんないですけど1,000、まあ、度を超えるということになってですね 瞬時にものすごい量の被害が出るという爆弾であろうかと思います。で、こういった爆弾をです、ね、あの北朝鮮が作れることになっているのはです、ね、まあ、時間の経過なんかを見ても、まともなことですね、技術的な進歩としてはまともなことでありますので、これはこれで一応、まあ、そういうもんだなと一応思っておく必要があります。で、<laughs> 北朝鮮がですね、北朝鮮は割りいと正直にものを言いますから、 キム、えーうん、出席ですかね、委員長ですか、があの言っていることは、そのまま一応、現実になっているということですね、もう一つちょっと細かいことでは、情報の開示方法ですね、私はあの今度のマグニチュードが一番問題だったんで、マグニチュード言わないかなと思ったんですが、えー、日本の NHK の発表はです、ね、人工的な地震と思われるものって、ずっとそれ言ってて、マグニチュード言わないんですよ。私がマグニチュードを最初に聞いたののは北京の <laughs> 中国のですね、発表が6.3三と言いましたが、これ大きいなと思いました。それから波形もですね、気象庁はまあ1時過ぎぐらいに発表してましたが、まあ、国民に対してですね、まあ別にあの解釈を責任持たなくていいんですから、測定値をまず先に発表してほしいですね。波形とか測定値を。そしたらですね、我々技術者がいくらでもいるんですから、だからまずは第一の推定ができるわけですね。え全体の日本の、日本の発表が、 具体的な発表が中国より遅くなるというようなことがあると、これは非常に問題なんで、まず普通の地震と同じように、震央地、どこの震源かということと、それからマグニチュードの大きさ、これはもうまず先に発表し、それからできれば波形も発表してほしいんですね。の今日は記者会見で波形発表しましたけども、えっと、S 波とか P 波とかですね、それから人工的地震と、原爆の地震とですね、自然の地震というのは、 僕みたいな素人でも物理勉強したものは分かるわけですから <laughs>。だから、えー、とまずはですね、国民を信用して、とにかくデータはバッと発表すると。データはとにかくこうですと。あ要するにデータを咀嚼して、間違いないように発表するっていうような形を取らない方がいいと思います。その点では、えー、今度の発表で NHK が早くきちっと発表したのは河野外務大臣だったんですね。えー、ですから最初に河野外務大臣の談話として、これはその核実験の 地震だと、まあ、いううな談話が出ましたけどもこれが大臣から出るってのはおかしいわけでやっぱりですね観測網から直接出てほしいと、まあ、これは注文ですからね、まあだうん、事態が明らかになるにしたがって第2報第3報とこのブログでも出していくつもりで広島の爆弾でもそれは原爆でも大変だったんですけどそれの10倍となりますとですねもうこれはあの ミサイルが例えば東京に落ちたら、そう,そういう核弾頭を持って東京に落ちたらですね、今まで私なんかもブログで言ってたように、現在のコンクリートの建物は非常に頑丈なので、まあ、そこの中に隠れてれば、えー、広島のような広い地域で被害が出るってことないだろうと、まあ、いうこととは全く違ってきてですね、もうかなり半径、まあ20キロぐらいはですね、えー、ちょっと計算してみればわかんないですけど、 1000、まあ、度を超えるということになってですね、まあ、瞬時にものすごい量の被害が出るという爆弾であろうかと思います。で、こういった爆弾をですね、あの北朝鮮が作れることになってるのはですね、まあ、時間の経過なんかを見てもまともなことですね、技術的な進歩としてはまともなことでありますので、これはこれで一応、まあ、そういうもんだなと一応思っておく必要があります。で、<laughs> 北朝鮮がですね、 北朝鮮り割いと正直にものを言いますから、キ、え、ム、ーうん、出席ですかね、委員長ですか、があの言っていることは、そのまま一応、現実になっているということですね、からもう一つちょっと細かいことでは、情報の開示方法ですね、私はあの今度のマグニチュードが一番問題だったんで、マグニチュード言わないかなと思ったんですが、えー、日本の NHK の発表はです、ね、人工的な地震と思われるものって、ずっとそれ言ってて、マグニチュード言わないんですよ。 私がマグニチュードを最初に聞いたのは、北京の <laughs> 中国のです、ね、発表が6.3と言いましたが、これ大きいなと思いました。それから波形もですね、気象庁はまあ1時過ぎぐらいに発表してましたが、まあ、国民に対してですね、まあ、別にあの解釈を責任持たなくていいんですから、測定値をまず先に発表してほしいですね、波形とか測定値を、そしたらですね、我々技術者がいくらでもいるんですから、だからまずは第一の推定ができるわけですね。 全体の日本の、日本の発表が、具体的な発表が中国より遅くなるというようなことがあるとですね、これは非常に問題なんで、まず普通の地震と同じように、震央地、どこの震源かということと、それからマグネティの大きさ、これはもうまず先に発表し、それからできれば波形も発表してほしいんですね。あの、今日は記者会見で波形、波形発表しましたけども、えー、っと、S 波とか P 波とかですね、それから人工的地震と、 原爆,の原爆の地震とです、ね、自然の地震というのは僕みたいな素人でも物理勉強したものは分かるわけですからだから、えー、とまずはです、ね、国民を信用してとにかくデータはばっと発表するとデータはとにかくこうですとあ要するにデータを咀嚼して間違いないように発表するというような形を取らない方がいいと思いますその点では、えー、今度の発表で NHK が早く基地化しますしそれからまあ中性子爆弾という可能性もあるんですが 中性子爆弾の場合はトリチウムなんかも使うんですけどもそういったものも劣化するっていうことで、えー、まあ爆弾ができたらできるだけ早くその実験をするということになりますので連続してて大きなな爆弾を持っいるってことはないと、まあ、一応考えられます。それからちょっとこう脇道にそれますが原子爆弾っていうのはウランなんですね水素ウランというかプウランとかプルトニウムで核分裂というまあ反応を使うわけなんですけども。 水素爆弾っていうのは水素の融合水素とかヘリウムとかそういうものの融合反応を使うんですがですから原子爆弾っていうのとそれからああ分あ核分裂をするウランの爆弾とですねそれから水素爆弾というのはもう全然あの違うんですねですからこれはまあ種類が違うんですがこれは暇な時にっていうか一段落したら解説をいたしますが中性子爆弾ではないかというようなことを言っておりましたけども いわゆる原子爆弾と水素爆弾というのは、えー、もうメカニズムの違い、もう基本的な違いなんですが、えー、中性子爆弾というのはです、ね、中性子がうんと出るように、まあ、反射板なんかをつけて細工したやつなので、まあ、これはです、ね、技術の進歩によっていろんなタイプがあるので、あまり本質的なところではありません。えー、今回は爆発の規模からいってです、ね、まあ、水素が関与した爆弾である可能性が高いっていうかです、ね、わ、ま、れ、あ、我々 国民、日本の国民としてはですね、そんな原子爆弾で水爆水爆弾でもよくて、どっちでもよくてですね、あの、中性子爆弾でもどっちでもよくて、まあ簡単に言えば、今度のマグニティードが正しければ、日、え、に、ー、規模のエネルギーが正しければですね、広島の10倍ぐらいの爆弾を爆発させたと、まあいうことの方がですね、非常に大きいんじゃないかと思いますね。広島の爆弾でも、それは原爆でも大変だったんですけど、それの10倍となりますとですね、 もうこれはあのミサイルが例えば東京に落ちたらそ,そういう核弾頭を持って東京に落ちたらですね今まで私なんかもブログで言ってたように現在のコンクリートの建物は非常に頑丈なので、まあ、そこの中に隠れてれば、えー、広島のような広い地域で被害が出るってことないだろうと、まあ、いうこととは全く違ってきてですねもうかなり半径、まあ、20キロぐらいはですね、えー、ちょっと計算してみればわかんないですけど ま0、あ、度を超えるということになってですね、まあ、瞬時にものすごい量の被害が出るという爆弾であろうかと思います。で、こういった爆弾をですねあの北朝鮮が作れることになってるのは、ですね、まあ、時間の経過なんかを見てもまともなことですね、技術的な進歩としてはまともなことでありますので、これはこれで一応、まあ、そういうもんだなと一応思っておく必要があります。で <laughs> 北朝鮮がが、ね、もしくは水素爆弾などが考えられます、まあ、かなり大きな規模で、えー、っとこのマグニチュード6.1に相当する比例した核爆弾であればです、ね、死者の数は広島、長崎の10万人規模ではなくて、えー、まあ30万、50万という桁の人が死亡するぐらいの威力であると、だから非常に大きな爆弾であるということが、まあ、今のところ推定できます。 えー、そして、えー、っとこのブログではですね、えー、特に、まあ、本当は NHK がそうするべきなんですけども、まあ、NHK の発表をずっと聞いてますと、えー、事実が明らかになっているところから解説していくんではなくて、まあ、推定に推定を重ねるということをやっておりまして、えー、少しぼんやりした解説になっておりますのでそれではちょっとあのあ不安になる人もいるんじゃないかと思いましてこのブログでですね えー、とにかく緊急性のあるところからああの整理をしていきたいというふうに思ってます。えー、とまずあの核実験というのはですね、えー、よほど余裕があれば別なんですがあまり余裕がない場合はですね原料がたまったら実験するというそういうことになります。これはアメリカがですね、えー、と日本に爆弾を落とす前にプルトニウム爆弾、まあ、これは長崎に落したものですが。 それからあー、広島に落ちたウラン爆弾、まあ、この2つを一生懸命になって原料を作ってたわけですね。ところが、原料はですね、多ければ多いほどいいんですね。例えば、えー、ウランの爆弾ですね、広島に落とすようなウランの爆弾は、まあ、最低では25キロぐらいあればですね、1つの爆弾になるんですけども、えー、ちょっとこれはあの細かくなるんで、あとに余裕ができてきたら解説いたしますが、えー、必ずしも全部のウランが有効に爆発すると限らないので、 かなりオーバーバに作っとかなきゃいけななんですね、えーえー、っとなかなか軍事秘密,秘密ではっきりしておりませんが、えー、っと広島の場合は6 0キロぐらい使ったんではないかつまり必要な量の2.5倍、まあ、長崎も同じようにかなりの量を使ったと思われるんですね。というのは原爆を落として不発になると困るんで、まあ、絶対に不発にならないようなあ量を確保するということですね。それでで、まあ、今回のの場合もですね北朝鮮の 核,核実験の原料っていうのはですね、かつては北朝鮮自身が調達しておりまして、まあ、現在でも基本的にはそうだと思うんですが、えーっとまあ、あの秘密ルートで、ですね例えばミサイル、ミサイルのロケットなんかは、えー、ロシアとかウクライナから来ていると考えられますので、えー、それから遠心分離機なんかもイランから来ている可能性がありますのでですね、えー、北朝鮮の内部での、 製造能力だけを考えて、その対策を取るっていうわけにもいかないということで。